どうもこんにちは、バンでございます。お元気ですかこの辺にもうマイクがあるのだいぶ慣れたな。えーまあこっちの事情ですけどね。お元気ですか最近は何をしているかというと、えー、ひたすらニコンのテストをしたり、あとそうそうそう、いつも忘れるんだけど、告知をさしてね、えー、有料動画をやってまして、中級レッスン動画の第2回と、えー、あとね、腕時計を一等で、今そこ使ってるやつなんだけど、ゴドックスの SL60W っていう、よいしょ。 えー、定常光の LED のライトがありましてそれを使って、えー、一等で撮ったやつをカメラと,と腕時計固定にして、えー、腕時計を撮るんだけど、えー、それを後でフォトスローで合成するというやつをやってますほぼやってるのを見せる動画で終わっちゃってるんだけどねまあでも、えー、気づくこともあるんじゃないのっていうふうに思ってますんで、えー、多分面白いんじゃないのかなまあ物撮りは物撮りなんだけど物撮りってねやっぱりやると 写真全体が上手くなるというのが僕の信念としてあるので、風景を撮ってる人とかでもぶつやるといいよ、やっぱり。興味を持ってますで。今日はですね、レビュー、レビュー動画というほどのレビューには多分ならないんだけど、えー、この D7200 だよね。あってるあってる。ここを見ないとちょっと不安になるんだよね、ニコンのカメラでね、えー。最近のニコンシリーズの中で D7200。これあのー、 前何の時だっけ D810 手に入れたの時か D800 試してますの時か忘れましたけど、えー、ニコン使ってるんだっつったら、あのー、あのい、いいけど譲るよって言ってくださった方がいて、非常にお安く譲っていただきまして。楽しい。これね、これのレビューとして、何て言うんだろう、のもう最初から過不足なくて、全然 D800、D810 って使って、 えまあ短期間だけどね両方とも数日数日でその後もういきなり D7200 を手にしたわけですけど何も何にも違和感がなくニコンだから共通なんだよねでボタンなんだっけ何かが足りなかったりここにこう押せるやつがあったりなかったりこっちダイヤルになってるからちょいちょい違いはあるんだけど基本的には同じだからメニュー構成も同じだから全然違和感なくいきなり使えますおしまいっていう感じだね いやレビューとしてはそんな感じになっちゃうんだけど、性能的にどうかって言われると、オートフォーカスの性能とか見てると、これで今ね、35mm の,35の F1.8 をつけてるんだね。で、オートフォーカスの性能とかは別に、めちゃくちゃ速くもないし、めちゃくちゃ正確でもないっていうのは D800、D810 と変わらずですね。えっ、ー、とね、難しいのは、ミラーレス、僕しばらく使ったでしょ。ミラーレスの増面位相差分の感じと一眼レフの感じって根本的に動作原理が違うし、 この気候上も違うし、その動作の、見た目の動作の仕方も雰囲気として違うね。雰囲気っていうのあれだけど、まあ、動作違うんですよ。両方使ってる方は分かると思うんだけど、あのー、一眼レフはとにかく合わないのが前提で、こっちがこう身構えていないとこお前大丈夫ずっとね、100ショット撮ったら100ショットずっと、お前は大丈夫かお前大丈夫かっていうのが一眼レフで、信じると馬鹿を見るんですね。そういう昭和ロー女みたいな、えー、ところがありましてですね。 っててよかっったたみたいななそんな感じミラーレスに関しても結果から合わせに行くからえ原理的にはピント外れるわけないに近いんですね外れるんだけどねたまに外れるしレンズの前ピンあとピンっていうピントのズレが限界を超えてると全然ピント合わなくなったりするのも経験してるんですけど基本的にはそうそのあったってなればまああったっていうのがえ基本的にはそんな感じでねっていう雰囲気でおりましたですねで別に問題なくミラーレスじゃじゃじゃ一眼レフ のオートフォーカス動作としてはまあ,まあまあこんな感じですよねっていう感じね。で、あとんだろう、の本当に違和感なく使えるし別にこうほら、ブラケティングのボタンとかこのオートフォーカスあとマニュアル切り替えとか全部同じだから何にも違和感がなくて、えー、SD カードのデュアルスロット俺デュアルスロット別にいらないタイプだからそんなハードな現場で撮ってないから えー、なんだろう気になるなら、むしろこまめにパソコンとかにバックアップすればっていうタイプなんで、あんまり気にしないですね。あと、なんだろうなえー、うん。機能上はグリップもいいし。あ、で、僕、手が大きい方ではないんですけど、APS-C サイズのボディなのね、これ。APS-C サイズのボディの割にでかいです。でかいので、さらに縦ぐりも出てるらしいのね。で、割にでかいので持ちやすい。で、でかい、柄がでかい割には、 重くないんですよ。その別に重いもんではないので、こう首から下げてて全く苦にならないんですね。で、街中でスナッピングしているときに、えー、スナップをするだけのために全てのカメラ買ってるわけじゃないんだけど、まあまあ、どんなカメラも大体持ち出しちゃうね、一度。で、テストしてみると、例えば d 8 1十二、ズームレンズ F4 の、例えば1635とか、えー、2470F2.8 もこのような借りたのね。なんだっけ、E, e のやつ。 いいやつね <laughs>。完全に親父ジャとか、7200F4 とかも、もう首に一体はくるんですよ。で、それと比べると、レンズ軽いのばっかり使ってるってのもあるんだけど、全然こうかけてても何にも、観光客スタイルでいても何にも苦にならないんですね。これで結構ね、移動中とかに本当ありがたくて、移動をするために、なんていうの カメラを写真を撮るために移動しているときと移動をしなきゃいけなくて、えー、そのついでにまあ一応カメラも出しとこうみたいなときってちょっとテンション違うじゃないですか,かこういうカメラがあるとまあいいだろうなっていうふうに思いますねそういうときはコンデジとかすごくありがたいからあの出張にあちこち行ってたときは RX100 が非常に良かったですねあのリュックとかスーツケースとかに全部カメラ入れちゃってるから仕事用のやつ入れちゃってるからそれ以外の移動中にあって思った時に撮れるようで RX100 よく使ったんだけど最近はもう撮るためにどあちこち行くことの方が多いから、まあ、いつも出せちゃうね出しててもいいっていうことがあって RX100 そんなにめちゃくちゃ使わなくなったんだけどあの APS-C であって、でかいとはいえ、まあまあ軽いので、でグリップも良かったりとかするんで、こう何のストレスもない、非常にいい感じにこう、俺の心のひだにスカッと入ってきたみたいな、そういう感じがします。で、クロップされるんですね、もちろん APS-C サイズのセンサーなんでクロップされるんですけど、35mmF1.8 で撮ると 52mm とかなんだよね、多分ね、別に標準ですねっていう感じで使えるし、 画質的に、そうそう、画質の話だよね、結局。画質の話がほとんどになるんだけど、なぜならボディは違和感なく使えちゃってるからね。画質の話で言うと、えっ、ー、と、D800、D810 って使って、それから D7200 を使ってみると、対比がすごいコントラストがついてて面白かったのは、ツルツルカチカチ系なんですよ。で、この間そう、このいね、えっ、ー、と、いつものセットセーダーさんに来ていただいて、有料動画撮ったんですけど、その時に、えー、D800 で撮ると、もうとにかくもう、スルスルスル。 お肌さらっさらな感じがしてキャノンとの比較をしたのねこのそれ楽しみますね今度出すからキャノンとの比較でするとキャノンはもうつるっ,っていうなんていうのこうパッキンカチカチのこうこうア,イアイディアルなっていうかなこうイメージ通りの人物写真フレッシュな人みたいな感じになるんですよもちろん入力する光にもよるんだけどねで D800 で撮ると こう結構強めのハイライト、きつめのコントラスト、高めの光を与えた時にも、こう、なんかなんとかこう、いなしてサラサラになっちゃう感じね。逆にインパクトがなくなる可能性もあるんだけど、っていう感じで、そういう非常に対比ができて面白いなと思ったんだけど、それはもうフルサイズ同士のキャノン対ニコンの比較でね、レンズも 85mmF1.4 っでちょうど揃えられたんで、そういう比較で、あーってボディの違いがめちゃくちゃ出て面白かったんですね。で、その合間にこれをチラッと差し挟んで撮ってみたら、 これはこれで結構面白くて、よくって全然。スナップして撮っていても、なんていうんだろう。あの、スナップ写真を撮っているときにも全然戦える感じで、俺この、この動画を D7200 のレ,レビュー動画をやるときには使おうと決めたフレーズがあった、戦える APS-C ボディだね、これ。あのね、下手なフルサイズを比較対象で持ってきたときに、 このカメラならうまいことやればごまかし通せるというか、あの、勝てるんじゃないかっていうぐらい画質が良くて、もちろん APS-C の限界はあるんだけど、変な色のねじり方をしないとか、コントラストが最初から、ローのコントラスト高いの。ニコンではあってもローのコントラストすごく高くて、おって思うのね。ニコン、これニコンって思ったりするの。それは D800 でも D810 でもあんまり変わらないんだけど、えっとね、 コントラストの後からの調整がすごく効きやすいので、で、それがフルサイズだからそうなのこと思ってて、D7200 使ったら D7200 でもすごく扱いやすいの。だからね、撮っていきなりこう、なんていうのソニーでジャリーンっていう感じを出すとか、キャノンでこう、なんていうのプリプリ感を出すとかっていうのは最初のデータではないんですよ、ニコンだから。 日本だからっていうのもあれなんだけどそんなインパクトたっぷりの絵になるわけじゃないんだけどこう地味があるっていうの深みがある感じでしかも APS-C サイズセンサーのでちょっとスケールダウンされたフルサイズとやっぱりちょっと違うんだよねでそれはよ,よかれ悪しかれであってそのうまくいかせる人はこれですごくいいなと思うんだけど僕は今やろうと思っていることがフルサイズ側なので、えー、フルサイズの方 D810 を使おうまあメインで使ってますけどそっから離れた例えば近所を歩きながら花とって ローとか、お花取るとか、本当、いわゆる人間取るにしても、本当にスナップってやつね。あの、何か、誰かが何かしているの横ここからちょいちょいって取っていくような感じのスナップだとすると、気軽なやつだとすると、全然問題ないし、あの SN、SNS で使うサイズだとすると、もう全く足りちゃってる感じです。だからこれ、位置づけがやっぱちょっと高めの APS-C なんですね。これの後、D7500 だっけ なんかもう一個後の方が出て、それと D500 って IPS-C の最高峰ですって言ってるやつが同じクラス、同じセンサーだね、確かね。っていう扱い、だからこう AP、APS-C の、これの自分で言えば、これが出た頃で言えば、あの APS-C センサーの中でもいいやつっていう扱いで、この下に D5000 系とかがあるんでね、だからそういうのと比べるといいやつポジションであるのも、なるほどなって使ってみると、本当に扱いやすいカメラなので、非常にいいなというふうに思いました。だから キャノンと比べてみるとキャノンのえー、っとなんだ 70D80D90D とかあの辺だよね 90D の後どうするんだろうねあの辺の APS-C センサーの 7D クラスじゃないやつと比較すると、まあ,あそこのラインでしょ 7D7D 系が 500D っていうことになっ D500 っていうことになっちゃったからでもこれこれと 7D 系がこう コンペティティブってことになってるのかよく分かんないんだけど、まあ、何しろ、僕はあの仕事でも 7D 導入してみたことあるし、えー、借りたり、自分で買ったり、40D、50D は買ったことあるかなってやって、使ってみたと、結構で、ね、結構、ローが扱いづらくて、にちゃっとした感じで、色もね、最初からこう転んでるのをロー現像でこう無理やりねじって戻そうとするんだけど、戻んないみたいな、APS-C センサーって特有の、なんだろう、色の言うこと聞かなさっうのがあるんですよ。 あと、コントラストも,も最初からちょっと高いので、こう、ハイライトとシャドウとこうまいことを入力時にいなしていかないと、後で扱いづらいな、大変だなみたいな,な、んかコントラスト柔らかめで入力しないとか、そういうのが独特の癖があるんだけど、D7200 は結構驚いたのは、癖がすごくないです。癖がすごくない。変な日本語だけど、癖がないですよ。だから、逆に言うと、それが特色が出にくいカメラではあるので、よく、あの、価格コムとかに行くと、あの、なんだろう。 オリンパスブルーとかソニーで作ったあのカッチカチの機械みたいなブルーあるじゃないですか、あれが好きとかっていう人がいるんですね、好み全然それぞれだからよくてあの、そういう、こう、僕からするとちょっと誇張しちゃってる感じがしてる、するものもあるんですよね、その、なんてうの、オリンパスブルーみたいな表現って。で、あるんだけど、そういうのもそういうので個性だから、それを写真の撮る楽しみとして、えー、使うというか、それを写真を撮る楽しみの。 メインにするのも全然ありだと思うからそういう意味ではそういうのと比べるとニコンのこのすごくよくできててうまいことこういなしてくれるカメラなんだけど逆にちょっと特色が出にくい部分があるかなっていう感じがして優等生すぎてこう出来すぎくみたいなさあんまりキャラが立ってないみたいな感じはしたのは確かだねただ自分で老ン像してこう特に渋い系が最近僕なんかもうすっごいトレンドだから。 って考えてみると、本当に扱いやすいカメラなので、サブ機としてこれ持っていくにはいいだろうなという,ふうに思いましたね。だから、APS-C センサーであるということも、フルサイズである D800 との対比として、コントラストの違い、色の色がちょっと異個人なところ、多少あるのどうしても APS-C センサーって。そのあたりの対比は、その機械の違いとしてあるんだけど、の割りにはめちゃくちゃに検討してくれているんで、APS-C、C、の だろう妥協してる感じがあんまりしない APS-C 機械として作ってる側として妥協してるしてないとかっていうのはよくわかんないんだけど部材が高いのか安いのかも正直よくわかんないですねだけどその使う側として最初から APS-C だからなーって最初からこうがっつり階段23段を降りて妥協しなきゃいけない感じがないです階段1段ぐらいで大丈夫な感じっていうことはほとんど気にしないでバカバカ取れちゃって何にも問題なく。 写真にできちゃうっていうので、ね、まあそれどれぐらいの感じかっていうのは最後に写真また、えー、まとめて流すのでそれで判断してもらうといいんじゃないのもちろん D810 とは違うけどね違うんだけど同じレンズ使ってもまあそれは写りは違うんだけどかなりのもんだなというそういうですね通好みなところを非常に感じたカメラでございましたあと何だろうな本当にねバッテリーも共通だしあの EL なんとか15だっけ ENEL15 ってやつですね。あの、D800 と D810 と共通だったんで、ありがたいね。だから、その辺も何も問題ないし、ファンシーな機能入れないしね、Wi-Fi とかついてるのかもしれないけど、な,なんか NFC だっけ転送のマークついてるけど、別に、別に使わないし。<laughs> っていう感じですね、あの、はいこ。カメラを始めようとしている人、これ1台目とか、もうむしろ贅沢なぐらいでいいんじゃない あの買おうかって迷ってる人はいいと思うよ。だって、中古で今3 4、4万 ?4、5万だと思いますけど。あ、そうそうそう。D810 は、正直ちょっとピーキーなところがあって、使えば使うほどね、あのー、特定のレンズで、特定の条件でブレが起きちゃうとか、全く同じモブで安全にカチャッカチャッと撮ってても、あのー、シャッターブレがすることがちょいちょいあるみたいで、えっ、ー、とね、D800 に関しては、今度まとめるけど、D800 に関してはミラーショックが結構でかいんだってね。 で D810 はミラーショックが改善されたけどシャッターブレが残ってるみたいな <laughs> その延長で D850 の方がひょっとしたらより万全に気にしないでガツガツ使えるのかなっていうふうに思うんだけどただね日常外でそのスナップレベルのその露出地で取っていく分には特に問題なく取れちゃうし夜とか光量が少なかったら三脚を立てればあのー D800 の場合はミラーショックがかなりでかかったらしくて、三脚に、三脚にセットしてもミラーショックガッチャンって出たらしいの。だからミラーアップが必須だったみたいなんだけど、あの実際僕試した、この間の有料動画でも試してみましたけど、有料動画でも中で試したわけじゃないんだけどね、さすがに。もう事前にやってみて、えっ、ー、と、定常行だからスローシャッターになっちゃうんですね。で、スローシャッターの時は三脚にセットしていても、どうかなって言って、シャッターショック、ミラーショックがでかいっていの事前に分かってたんで、その前日前々日に分かってたんで。 それももうアホみたいにテストした結果なんですけど。っていうことだったので、大丈夫かなって試したけど、D810 はあの別に一生懸命ミ,あのミラーアップとかアダコードはやんなくても、ディレイシャッターを設定するだけで勝手に、えー、OK だったので、あと電子先膜シャッ,シャッターでいいのか、違うな、電子先膜でいいのかは、まあ、もうオンにしちゃってるんで、特に何にも問題なく取れてしまいました。ということなので、えー、そのあたりの条件の切り分け ができたのでまあ D810 でも全然戦えるなというふうに思ってますがとはいえ高画素でローパスレスで結構ピーキーなカメラっていう感じがするので初代 α7 ほどじゃないけどねっていう感じがするのであのそれと比べると非常にマイルドで扱いやすいカメラでもあるんですね本当に何だろう優等生っていう感じですなんで気になっている方はぜひ使ってみるといいんじゃないかなというふうに思いますよというわけでいつも通り最後に写真をまとめて え流して終わりにしましょうまたお会いしましょうね